久々明治学院大学行ってみたいと思います。今日扱う長文の全体像は段落は6つ、そして内容1問題5題、これを行ってみたいと思いますので一緒に頑張りましょう。サメさん第1段落でございます。一読をお願いいたします。サメさん問いの A でございます。選択肢考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、設問の指示と対応するところはここですよね。ですからこの文章を最後まで読んでいくと、その言語つまり英語に関して何らかの知識を持ってますよと、皆さんそれと言い換え可能な選択肢が見つかりそうですね。ですから正解は4番ですよね。英語に関して理解していると。もちろん知識を持っていれば理解はできますよね。で、他の選択肢でダメそうなところにちょっとバツを振ってみました。ですので合わせてこちらも参考なさってください。サミさん、続いての段落でございます。注釈を参考にしながら一読をお願いいたします。サミさん第3段落全体像です。サミさん、画面の都合上一つずついきますね。皆さん、設問の指示は NOT でございますので、本文と違うものを選んでいただけると嬉しいかと思います。まずは1番どうでしょう。皆さん、ヒントはこのあたりですよね。 62% のイギリス人が英語以外の言語ですね、これに関する知識がないと書いております。ということは選択肢1番、大多数の人たちが英語しか喋れませんと、これは合ってますよね。サミさん、続いて2番はどうでしょう。皆さん、こちらイミグレーションの話はここに書いてはいるんですが、ウェールズ語とアイルランド語ですね、それを喋る話者の数が増えたのか、本文このあたりどうでしょう。もちろんウェールズ語とアイルランド語、これに特定できるわけではなさそうですね。ですから本文と違うものを選ぶということですので、2番が正解です。皆さん、念のため選択肢3番4番も検討しますね。まずは3番です。皆さん、ポリッシュの話はここに書いておりますので、ちょっと一読して検討していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん読んでみると、ポリッシュ、ポーランド語は最もありふれた話し言葉になりましたと。で、 UK でということですね。ですから選択肢の3番、他のいかなる外国語よりもポーランド語を話しておりますということですから、本文と合致しますよね。サミさん、選択肢4番どうでしょう。もちろんタミル語はこちらに書いておりますので、ちょっとこの文章を読んで考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん読んでみると、ポーランド語は54万6千人、そしてタミル語は42万人ということですね。ですから選択肢2番目に最もありふれた話し言葉、合致しますよね。ですから選択肢の3番4番×。よって先ほど検討した2番がやはり正解ですね。サミさん、続いての段落でございます。一読をお願いいたします。サミさん、問いの推移でございます。設問の指示を一読していただけますでしょうか。サミさん、選択肢4つでございます。正しいもの1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。で、設問の指示はこの OED に関するお話でございましたので、このあたりがヒントになってくるかと思います。で、皆さん読んでみると、どのように言葉が実際に使われているのか、それを反映していると書いているわけですから、皆さんいけそうですね。ですから1番が正解ですね。どのように実際に使われているのか、もうそのまんまでございます。で、他の選択肢のダメなところにちょっとバツをつけてみました。このあたりも参考なさっていただけるとよろしいかと思います。続いて第5段落でございます。この段落には設問が絡んでいないので、一読だけで OK です。さあ、最終段落でございます。一読をお願いいたします。そして皆さん、設問の指示の一読もお願いいたします。サムさん、こちら選択肢4つございますが、正しいものを1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。まず皆さん、選択肢1番ですが、このあたりが書いていないですよね。そして選択肢2番もロンドンに限定する必要性がないですね。そして3をすっ飛ばして4番ですが、文末ブリテンと書いてますね。これも特定する必要性がなさそうですね。
となってくると3番が正解ですね。で、この3番の文末の Many sources around the world、 多くの sources、 源と書いてますが、それが本文のこのあたりですよね。言い換え可能でございますので、やっぱり3番正解ですね。さあ皆さん、最後の設問でございます。考えていただけるとよろしいかと思います。まず1番のプロナンシエーション、発音に関するお話はないですよね。そして2番は文末のブリティッシュアイルス、やはりここに限定する必要性がないですね。そして選択肢の3番ですが、イギリスの人たちが他の言語を喋れない、その理由は記載されていませんよね。ですから選択肢の4番、影響の多様性、それがこのあたりに書いてますよね。そしてブリティッシュ・イングリッシュへの影響はこちらに記載がありますよね。ですから4番正解です。さあ皆さん、お疲れ様でございました。明治学院内容1問題やりましたが、ちょっと気をつけていただきたいところがございます。自分の志望校よりワンランク上のレベルで練習をしていただきたいんですね。ですから明治学院大学を第一志望とする方は G マーチレベルの過去問、そのあたりで練習しておくと試験当日かなり余裕を持ってさばけると思います。それが第一志望合格の秘訣ですからね。参考になさっていただけると嬉しいかと思います。ということで今日も頑張っていきましょう。